ブン,ブンサテライツは日本のロックユニット。1990年に結成され、1997年にベルギーのレーベル R&S レコーズからデビュー。後に日本ではグレーン8レコーズからデビュー。2016年10月9日、ボーカルの川島が制去。2017年6月18日、新木場スタジオコーストにてラストライブを開催した。 その後も中野は自身のクレジットに文ブン,ブンサテライツのバンド名を関することを宣言している。川島道行中野正幸川島道行。ボーカル、ギター中野正幸、ベース、プログラミング平井直樹ドラム福田陽子ドラム、山本剛しギター一般にテクノの細分類の一つ、ビッグビートにカテゴライズされるが、ギター、ベース、ドラムの演奏はマシンではなく、 メンバー自身が演奏する。現在はよりロックに近いサウンドである。ユニット名は、イギリスのバンド、ジグジグスパトニックのアルバム、ドレスフォーエクセスナイの曲から名付けられた。音楽のルーツとして、中野は、音楽好きの父の影響で聴いていた、マイルス・デイビスによる、映画、死刑大のエレベーターサントラ、川島は、幼少時敗になった、曲、解決ライオンマル、風ーンライオンマル、 高校時代に聞いたデビッドボーイ、スペースオディティを挙げている。また、川島は、キリングジョークや、エイリアンセックスフィエンドなどをはじめとするイギリスの、パンクのコピーバンドが、バンドを始めるきっかけだったと語っている。また、プライマルスクリームからの影響もあったという。アニメとタイアップも多いが、中野正幸はアニメを見る方だといい、押井守の、ゴースト・イン・ザ・シェル、広角機動隊と、 イノセンスが好き。同じ大学に通ったことがきっかけで知り合う。1995年に田中文也主催トレマ、レコード参加のアンタイトルドレコーズ第1弾、コンピレーション CD に楽曲提供し、音源デビュー。その後都内でライブ活動をコンスタントに行い、1997年にベルギーの R&S レコーズでリリースされたシングルをきっかけに、 ヨーロッパのメロディーメーカー氏は、ケミカルブラザーズ、プロディジー以来の衝撃と報じた。日本では同時期にソニーミュージックエンタテインメントと契約し、同年11月にはメジャーファーストミニアルバム、ジョイライドをリリースした。テクノポップ色が交代し、バンドの本来持つライブ感が前面に出た作品と評価された。同年、ジョイライドリリースを引っ下げて、 リキッドルーム公演や数多くの海外ライブツアーを行った。1998年には R&S レコーズからデビューアルバムをリリース。6つのヨーロッパ大型フェスに出演後、帰国。同年9月にファーストマキシ、プッシュイジクと10月にメジャーファーストフルアルバムアウトラウドで本格的に国内デビュー。その後モービーと3ヶ月間のアメリカツアーを行い。 その後、ガービジなどの多くのアーティストからリミックス依頼を受ける。2004年には長編アニメーション映画アップルシードのサウンドトラックに楽曲を提供。メインテーマも担当した。川島は脳腫瘍を患い、治療と再発を繰り返していた。デビューした1997年、最初の脳腫瘍摘出手術を受けたが再発し、1999年に2度目の 手術を受けた。2012年に公表し、2013年に3度目の手術を受けたが、2014年4度目の再発が確認され、約2年という余命宣告を受ける。臨床試験段階の放射線治療を受けることで、腫瘍の進行を制御することができ、その後も活動を継続した。2015年7月25日、5度目の再発という診断結果を受け、 同年11月のワンマンライブ、シャインライク、エイビリオンサンズ・フォー・オール・ザ・ナイト・クロラースをもって、ライブ活動を休止することを、同年9月4日のニコニコ生放送で発表。しかし体調に変化があったため、9月26日に10月3日の、もしもし日本フェスティバル2015インパリ、出演キャンセルを、さらに10月8日には11月の公演をキャンセルする、ことが発表された。 これを受けて公式サイトでは、現状、次にいつライブが行えるか、新作のリリースができるかと、お知らせできる情報は何もない状況ですが、バンドとしては、まだ何も諦めていません。とするコメントを発表した。その後中野が、ツイッター上で、2016年リリース予定の、レイヤーハンズ ONME を含む CD が、ブン,ブンサテライツとして、最後の作品になると発表。 2016年5月31日、中野が公式サイト上にて、川島の近況とレイヤーハンズ ONME の発売を最後に、バンドの活動終了を発表した。2016年6月22日、ブンブンサテライズのラストシングル、レイヤーハンズ ONME 発売。2016年10月9日、川島が逝去。2017年2月28日、 1997から2016発売記念のトークセッションで、中野は、今後もブ、ンブンサテライツの中野正幸として活動していく、ことを発表した。活動内容は、楽曲制作、他アーティストのプロデュースとなる予定。2017年6月18日、ブン,ブンサテライツとしてのラストライブ、フロントチャプターザ・ファイナルセッション、レイヤーハンス・ o NME スペシャルライブを開催し、 二人組としてのバンドはおよそ27年の活動に幕を閉じた。2020年12月15日、中野はザ・ノベンバーズの小林雄介との新バンドザ・スペルバウンド結成を発表した。ナナイグニションス・オート・ア e リー・バース・フォトン・コミン・ニエフェーズ配信限定シングルアルバム楽曲提供。ありがとうございます。